ハレリア、アーメン。ハレリア、アーメン。はい、こんばんは。ハレリア、こんばんは。はい、和樹さん、小太郎さん、ハレリア、アーメン。こんばんは。昨日はですね、ちょっとこの、まあ、なんていうの、政治問題じゃないな。少し、この、まあ、過激的な、まあ、そのメッセージで、ちょっとですね、謝りたいと思います。非常にですね、まあ、こう、なんていうの、義憤と言いましょうかね。義憤的なメッセージと言いましょうか。申し訳ありませんでしたね。まあ、とにかく、そういうですね、偶像崇拝、ね、日本はですね、偶像崇拝だらけで、一見なんかこう正しいことのようだけども、偶像崇拝を強要されることがあるんだ。もう一つのあれはね、黙祷ですね。なんか終戦記念とか原爆記念に黙祷します。で、あれもですね、当然のように思うでしょ。黙祷するの当然のように思うけど、でもあれもですね、結局死者崇拝ですね。黙祷っていうのは、死者崇拝ですから、あれも良くない、あれも良くない。だから、サタンはあたかも当然なことのようにね、当然のように、偶像崇拝させるというのが、その悪魔のテクニックですね。悪魔のテクニック、もちろんね、そのキリスト教的な黙祷ならいいんですよ。キリスト教的な黙祷ならいいんだけど、死者に向かう黙祷はダメなんだよということですね。死者に対しての黙祷はダメなんだよということです。はい、それではですね、皆さん、私たちはですね、幸せです。私たちは幸せです。そのなぜ私たちが幸せか、それは私たちは神の国の中にいるからですね。私たちはイエス様に祝福されてるからですね。イエス様に祝福されてるから私たちは幸せです。そして私たちは神の中にいるから幸せです。ですから皆さん、まず私たちはイエス・キリストに会って、喜ぶことです。喜ぶことです。罪が許されていることも喜ぶ。永遠の命が与えられていることも喜ぶ。神の子供であることを喜ぶ。将来天国に、死んだ後天国に行くことを喜ぶ。イエス様が愛してくれていることを喜ぶ。はい、ジェイさん、ハレリア。私たちは永遠の御国を相続することを約束されています。私たちは素晴らしい約束があります。神の子供は神の国を受け継ぐ。神の国を受け継ぐという約束があります。皆さん、イエス・キリストを信じる兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。喜びましょう。私たちは神の国を受け継ぐんです。神の国を受け継ぐんです。この世ではありません。この世を受け継ぐのではありません。神の国を受け継ぐんです。ぜひ皆さん、皆さん、私たちはですね、私たちは神の国を受け継ぎます。神の国は、この世のどの国よりも素晴らしい。神の国は、この地球の国よりも素晴らしい。神の国はですね、本当永遠の神の国です。その神の国を受け継ぐんです。私たちは王として、神の子として、王として受け継ぐんです。皆さん、喜びましょう。信じますか？イエス・キリストを信じる者が死んだ後、神の国、天国に行ってですね、天国を受け継ぐ、神の国を受け継ぐことを信じますか？
子供がですね、親の財産を相続します。親の財産を相続しますが、神の子は神の国を相続します。イエス様と共に相続します。神の国を相続します。それがですね、それが私たちの希望です。アリウさん、ハレリア、こんばんは。私たちはこの地上のものが希望ではありません。この世が希望ではありません。この人生が希望ではありません。私たちの希望は天国です。私たちの希望は、その死んだ後ですね、イエス様が報いを携えてきてくれる。皆さんの信仰による良い行い、皆さんの祈り、皆さんの、希望、皆さんの祈り、皆さんの忠実、そのよ、皆さんの神様に対して、神様のために、この生きたその報いが、イエス様が携えてきてくれるんです。皆さん、それが本当の私たちの希望です。私たちの希望、この世でどうなるか、この世でね、祝福されるか、もちろんこの世で祝福されますよ。クリスチャンはこの世でも祝福されます。この世でも祝福されます。私も祝福されてます。皆さんも祝福されてますよね。皆さんも祝福されてる。私も祝福されてます。なぜ祝福されるんですか？イエス様を信じてるからですね。イエスキリストを信じると、その信仰によって祝福されます。信じてないと祝福されません。イエスキリストを信じてない人が、人生がうまくいかないのは当たり前ね。信仰がない人が人生がうまくいかないのは当たり前です。神様に祝福されないんですから、神様に祝福されないで、うまくいくわけはないんです。神様に祝福されて、神様に祝福されて初めて人間は幸せになれるんです。ですから兄弟姉妹の皆さん、イエスキリストを信じる皆さん、喜んでください。皆さんは祝福されています。祝福されています。どのように祝福されるんですか？油注ぎによって祝福されるんです。油注ぎというのはまさに祝福そのものです。恵みそのものです。恵みそのものです。皆さんが、この部屋に来て、油注ぎを受けています。皆さんがこの放送を見ると祝福されるんです。祝福されるんです。皆さんが信仰があるから、信仰のない人も、信仰がない人もこの部屋に来るということがもう信仰です。この部屋に来るね、旧牧師の、放送はキリスト教の放送だ。旧牧師は牧師だ。旧牧師の放送はキリスト教だということを知っていて、そして皆さん聞きに来るんです。だから皆さん、この部屋に来るということはもう信仰なんです。キリスト教の放送だってことを知っていて来て、牧師のメッセージだということを知ってて来るんだから、もうそれは信仰です。ですからこの部屋に来るだけで祝福されるんです。この部屋に来るだけで祝福されるんです。皆さんは聞いてるだけで油注ぎを受けてるんですよ。小太郎さん、アメン。油注ぎを受けてるんです。なんか他の放送と違うでしょね。皆さん、他の放送に行くと汚れちゃうね。他の放送行くと汚れてですね、なんかこう落ち込みます。でもこの部屋に来るとですね、この部屋に来ると何かこう解放された感じ、癒されてる感じしませんか？癒されてる感じしませんか？それが油注ぎです。リーフさん、アメン。それが油注ぎです。皆さんはですね、理屈じゃなくてこう感じているんです。神の祝福を感じているんです。何かこう、はい、Jさん、癒されていると感じます。アメン。それを感じている第三、アメン。感じているんです。神を感じているんです。まあ、神の愛を感じていると言ってもいいでしょう。神を感じていると言ってもいいでしょう。そして皆さんがですね、油注ぎを受けていると、神の
御心が分かってくるんです。人間もそうでしょ。例えば人間がですね、こう人間がこうそばにいるとですね、誰かと誰かがそばにいるとその人のことが分かるじゃないですか。人間がそばにいるとその人の気持ちが分かりますよね。その人の気持ちがこう言動で分かりますよね。それと同じで油注ぎを受けると、油注ぎを受けると神様と一緒にいることになるんです。皆さんは今神様と一緒にいるんです。目に見えないけど神様がここにいて、そして神様がいるので、神様がいるので皆さんは神様の心、御心って言います。神の心のことを御心って言いますが、その御心が分かるのです。一緒にいるから、油注ぎを受けてるから神様の御心が分かるんです。ですから皆さん喜んでください。神の御心が分かるんですよ、ね、神様の御心。そして、大事なことは神様と共にいることです。神様から離れないで、いつも神様と一緒にいることです。これが大事なことです。これが大事なことです。神様と一緒にいることです。神様と一緒にいることです。これが大事なことです。皆さんがこの部屋に、ね、毎晩毎晩気に来てくださっていることは本当に嬉しいことです。そしてそれはいつも神と共にいるということです。神と共にいるということです。いつも神様と一緒にいるのです。皆さんにとって何が一番大事か、イエス様が一番大事ならば、これは素晴らしい価値観です。イエス様が一番大事な価値観、これが大事な価値観です。そしてこのイエスキリストを信じる信仰、イエスキリストを信じる信仰を一番にするならば、これは正しい価値観です。皆さんがもう他のことしない、もう食事もしない、お風呂にも入らない、テレビも見ない、ゲームも見ない、ゲームもしない、他の放送も見ない、この放送を一番にして、この放送を優先して、この放送を見るということ、皆さん信仰を一番にしているということです。イエス様を一番にしているということです。アメン。皆さん、人間が幸せになるためには、人間が幸せになるためには神様が必要です。人間が幸せになるためには神様に祝福されなければいけません。自分の力で幸せになりません。お金で幸せになりません。この世のもので幸せになりません。人間によって幸せになりません。人間が幸せになるためにはイエス様が必要なんです。人間が幸せになるためにはイエス様が必要です。この価値観をぜひ理解してください。ぜひ理解してください。イエス様に祝福されなければ幸せではないんだ。イエス様に祝福されなければ幸せではないんだ。この価値観を持ってください。そして皆さん、そのイエス様の御心を知る、神様の御心を知る、これが信仰です。神様の心を知る、アメン。神様の心、皆さん、皆さんもですね、自分の気持ちを分かってほしいでしょ。誰か友達でも家族でも、皆さんもその自分の気持ち分かってほしくないですか。自分の気持ち分かってほしくないですよね。無視されたくないですよね。この関心を持ってほしいですよね。皆さん、自分に関心持ってほしいと思いませんか。ですよね。同じように神様もそうですよ。神様を無視することが罪です。神様を無視することが罪です。神様の心に関心を持ちましょう。神様の心を知りたいと思ってください。これが信仰です。神様は私たちの心を知っています。神様は私たちの心を知っていますよ。皆さん、私は皆さんの心を知りません。皆さんの心、皆さんね、ここにいる方々、皆さんの心分かりませんが、イエス様は皆さんの心を知っているんです。知っているんです。今日何があったか、どういうことで苦しんでるか、どういうことを悲しんでるか、イエス様は皆さんの心を知っています。本当に知っています。
イエス様は私の心も知っています。私の心も知っています。皆さんの心を知っています。でも多くの人は神様を無視します。神様を無視します。それは良くない、それは良くない。いいですか皆さん、この世界は神様が作って、神様が作って皆さんを神様が作った。日本も神様が作った。日本人も神様が作った。この世界は神様が作った。なのに人類はその神様を無視しています。人類はその神様を無視しています。人々を救うためにイエス・キリストは十字架にかかって、身代わりにかかって死んでくれました。神様はこの世、この人類を愛しています。そして救おうとされています。神の心は愛です。神様の心は愛。皆さんを愛しています。皆さんを愛しています。皆さんを救おうとされています。それが神の御心ですね。それが神様の御心。皆さん、親が子供を愛するという感覚わかりますか？親がですね、子供を愛しているという感覚わかりますよね。皆さんはまだ親じゃないかもしれないね。皆さんは、親がいる立場かもしれません。皆さん、親の気持ちわかりますか？親の気持ちわかりますか？まあ、なかなかね、親の気持ちがわからない場合が多いんですが、まあ、親は、人間の親もですね、それぞれの親なりに子供を愛しています。まあ、人間の親だから不完全かもしれません。ね。子供を虐待する親もいるかもしれないけども、まあ、親なりに子供を愛していますが、それは、神の愛を表しています。人間の親が、人間の子供を愛するように、神様は人間を愛しています。ですから、親の心を思うときに、親の心を思うときに神の心を理解しやすいと思います。また皆さんの中に親である方がいたならば、皆さんの中で 親の方がいたらですね、子供がいる方がいるなら、その子供を愛する気持ちを通して親心を知ってるならば、神の心が分かりやすいと思います。皆さん、なぜ親子がいるか知ってますか？親子を神様が与えたのは神の心を知るためなんですね。神様の心を知るために人間に親子関係を与えました。親子関係も夫婦関係も兄弟関係も全部それは神の心を教えるためなんです。神の心を教えるためにそのような人間関係を与えてくれてるんです。親子関係っていうのはまさに、父なる神の心を教えるためなんですよ。はい、それではですね、御言葉にいくつか御心は何かというのがありますから、それをちょっと見たいと思いますが、神の御心は、まあ、たくさんあります。あ、ピラメキさん、こんばんは。ピラメキさん、今日初 BSP じゃないですか。初 BSP ですね。ピラメキさん、こんばんは。こんばんは、よくいらっしゃいました。それではですね、御言葉貼ります。御言葉ですね、これはヨハネですね。ヨハネ何章だったかな。ヨハネの、ちょっと待ってくださいね。ヨハネ6章だったかな。ヨハネ6章の39ですね。ヨハネ6章39、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アメン。
イエス様が語られた言葉です。神様の御心は、イエス様を信じる、イエス様を信じる者が永遠の命を持つことです。また終わりの日によみがえることです、ね、これが大事ですね。小太郎さん、アメン。イエス・キリストを信じる者が一人も、ね、滅びることなく永遠の命を持つこと、永遠の命を持ち復活すること、よみがえること、これが神様の御心です。これが神様の御心です。皆さん、これとても大事な御言葉です。とても大事な御言葉です。神様の御心は、イエス・キリスト、イエスさん、アメン。イエス・キリストを信じる者が一人も、イエスさん、アメン、一人も失うことなく永遠の命を持つこと、そしてよみがえることです。アメン。第3、アメン。これが御心です。これが御心です。神様の御心は救うことです。神様の御心は、クリスチャンが、よみがえることです。イエス様が復活したように、イエス様が復活したようにクリスチャンが復活すること、クリスチャンが復活すること、これが神様の御心です。ですから皆さんがイエス様を信じて永遠の命を持つことは御心なんです。皆さんが悔い改めてイエス・キリストを信じて永遠の命を受けることは、救われることは御心なんです。御心なんです。皆さんの救いは御心なんです。御心なんですね。ですから皆さん喜んでください。皆さんが永遠の命を持っていることは御心なんです。御心なんです。そしてイエス様が再臨した時には私たちは復活します。復活しますね。ですから喜んでください。喜んでください。私たちは御心を行っているのです。御心を行っているのです。そして皆さん一緒に伝道しましょう。一緒に伝道して一人でも救われるように、一人でも救われるように伝道しましょう。それが御心です。それが御心です。人が救われることが御心です。人がですね、永遠の命を持つことが御心ですから、その御心を知ったならば、知ったならばその御心を行いましょう。そうなるように私たちも伝道するんです。ですから伝道は御心なんです。アメン。伝道は御心なんです。じゃあちょっと皆さん大きな声で言ってください。伝道は御心です。伝道は御心です。言いましたか、大きな声でね。伝道は御心です。はい、ピラメキさん、御心ですね。Jさん、伝道は御心です。伝道は御心ですね。伝道は御心です。ですから皆さん、一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょうね。小太郎さん、伝道は御心です。大さん、伝道は御心です。人が救われることは素晴らしい。考えてください皆さん、人が救われるっていうのは神の子として生まれることですね。神の子供として生まれる。皆さんが、まあ、信仰結婚するとしますね。もう、恋愛結婚と言いませんね。皆さんが信仰結婚するとしますよ。そして赤ちゃんができますね。赤ちゃん誕生、まあ、最近はですね、付き添い出産で、まあ出産シーンを、夫が見るっていうことがあると思うんですが、自分の子供が生まれたら嬉しくないですか。自分の子供が生まれたら嬉しくないですか。嬉しいですよね。自分の子供が生まれたら嬉しい。つまり、クリスチャンが生まれるということは神の子が生まれることです。神の子が生まれるならば神様は喜ばれます。神の子が生まれたら神様は喜ばれます。ですから皆さんね、伝道して神の子が増えたら神様喜ぶんです。神様喜ぶんです。皆さんが信仰を持ったことは神様喜んでるんです。私も喜んでるが、皆さん神様喜んでるんです。皆さんの信仰喜んでますよ。御心だからですね。
神様の御心たくさんあります、たくさんありますが、これが一番だと思いますね。皆が崇められることも御心でしょう。御国が来ることも、御心でしょう。御心が行われることも御心です。私たちが、あと成長することも御心です。もう一つ御言葉があります。これは第一テサロニケですね。第一テサロニケ何章だったかな、第一テサロニケの、ちょっと待ってくださいね、第一テサロニケの4章ですね、第一テサロニケ4章、3節、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない幼児のように情欲に溺れず、うんぬんとあります。つまりですね、清くなること、霊的にも性的にも清くなること、これが神の御心だと書いてあります。霊的というのは偶像崇拝をしないとか罪を犯さないということですね。性的というのは不淫行を避けるということですね。不淫行を避ける、このように霊的に清くなること、これが御心だと書いてあります。アメン。私たちが清くなること、霊的成長すること、イエス様のようになること、これも御心なんです。これも御心なんです。アメン。神様の御心は私たちが清くなることです。アメン。皆さんがこのお部屋に来て御言葉を学んでるということはですね、清くなってるんですよ。清くなってる、清くなってる、はい、アメン、アメン。皆さんが清くなるから変わってきてるんです。皆さんが清くなるから、その、いろいろいいことが起きてるんです。清くなるからよく本当に祝福されてきてるんです。ですから、もっともっと清くなりましょう。もっともっと清くなりましょうね。イエス様の命令があります。イエス様の命令も御心ですね。イエス様の、あ、延長ありがとうございます。イエス様の命令も、御心ですよ。例えば私たちが愛し合うこと、クリスチャンが愛し合うことも御心です。これも大きい御心です。クリスチャンが愛し合うことも御心です。伝道することも御心です。伝道することも御心、また昨日のように正義を、社会的な正義をですね、この求めることも御心です。また礼拝すること、礼拝することも御心です。祈ることも御心です。喜ぶことも御心です。感謝することも御心です、そして、御言葉を学ぶことも御心です。御言葉を学ぶことも御心です。皆さんは今この伝道部屋で御心を行っているんです。御心を行っています。今皆さんは御心を学んでるから、信仰を学んでるから、皆さんは御心を行っているんです。御心を行うと天国ポイントです。御心を行うと天国ポイントです。そして皆さん、神様の心を知ることは素晴らしいですね。神は愛の方です。神の愛で、神は愛です。本当の愛です。永遠の愛であり、変わらない愛です。その神の愛を、感じること、神の愛を感じること、これが神の御心を感じていることになります。皆さん、神様の愛を感じたことありますか？神様の愛は油注ぎによって感じるんです。神様の愛を感じたことありますか？それが、神様の御心を感じているんです。神様の御心を感じているんです。十字架を見てください。十字架は皆さんのために死んでくださった、皆さんを救うために、そして皆さんの、皆さんに永遠の命を与えるためにイエス様が死んでくださった、
ここに御心があります。ここに神の愛があります。皆さんがこの十字架を見るときに、十字架を見るときに神の愛を感じます。神の御心を感じます。神の御心を感じます。十字架を見てください。皆さんのためです。皆さんのためです。皆さんを愛していて、皆さんを救うために命を捨てた、これが神の御心です。神の愛を感じるんです。ああ、こんな私のために、こんな私のために死んでくださった、こんな私を救うために救ってくださった。そう、Jさん、イエス様、あ、ピラメキさん、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう。皆さん、これで十字架で神の御心が分かるんです。十字架で神の御心が分かるんです。十字架によって神の心が分かるんです。皆さん、目に見えない神様の心、目に見えない神様の心、十字架によって分かるんです。十字架によって神の心が分かるんです。アメン。十字架によって神の心が分かるんです。アメン。皆さん、小太郎さん、アメン。信仰というのは、あ、皆さんアメン、素晴らしい。第三、涙、アメン、アメン、アメン。私たちは神の心を知ったので、神の心を知ったので神を知ったのです。あの、人間もそうでしょ。人間もですね、その人の気持ちが分かるとその人を知ったっていうことになるじゃないですか。その人の心が分からなければですね、その人を知ったってことに なりませんよね。その人を知ったから、その人の心を知ったから、その人が分かる、分かりますよね。同じように神の心が分かるから、神の心が分かるから、その神が分かるのです。アメン、アメン。皆さん喜びましょう。神の心が分かったので、神の心が分かるので、神を知っているんです。私たちは、神を知っているんです、ね。イエス様もこう言われました。ですね、イエス様はこう言ったんです。ヨハネ15にこう書いてあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私があなた方の命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。友というのは、ね、友というのはこう気持ちが通じ合っているということですね。イエス様の命令を行うなら、イエス様の命令を行うなら、それはその命令そのものが御心です。イエス様の命令が御心です。皆さん、ちょっとこれ言いましょう。はい、皆さん言ってください。イエス様の命令が御心です。イエス様の命令が神様の御心です。イエス様の命令が神様の御心です。言ってください。イエス様の命令が神様の御心です。アメン、アメン、アメン。つまり、私たちは神様の命令を守るなら、守るなら、ね、イエス様の友達だということです。それは御心を知っているということです。御心を知っている、その御心を行う、神の御心を行う、それは神の御心を知っているということです。そして神の御心を行うことによって、神様と、ね、友なんだよ、友達なんだよ、神を知っていることになるんだよ。もし神の御心を実行しないなら、神様の御心を実行しないなら、神と心が離れているということです。神様と心が離れている。私はあなたを知らないって言われるかもしれません、ね、イエス様に私はあなたを知らないって言われたら、ガーンですね、ガーン。ですから、イエス様にあなた、私はあなたに知らないって言われないためには、ね、イエス様の命令をしっかり守ることですね。イエス様の命令をしっかり守れば、
それはイエス様と友達であり、神の御心を知っているということです。アメン。ですから、皆さん、イエス様の命令をしっかり守ろうではないでしょうか。イエス様の命令を守ることです。アメン。実行することです。それが良い意味です。良い意味、私たちは、御言葉を実行することによって良い実を30倍、60倍、100倍、実をならすと書いてありますから、イエス様の命令を実行することですね。イエス様の命令を実行するならば、神様が喜ばれます。神様が喜ばれます。ぜひぜひ皆さん、神様の、御心を実行しましょうね。はい、ごめんなさい、ちょっと、更新します。はい、それではですね、はい、更新しました。それでは、明かしタイムいきましょうね。明かしタイムしましょう。明かしタイムですね。今日は何明かしタイムいきましょうかね。神の御心、神の御心、神様の御心。じゃあ皆さんですね、まあ、イエス様の命令はたくさんあります。じゃあ皆さんが一番心にこう感じるイエス様の命令、神の御心を、打ってくださいね。私が感じる神の御心、明かしタイム。私が感じる神の御心、明かしタイム。イエス様の命令で、まあ、好きな命令と言ったらいいのかな、すごく感激する命令を書きましょう。神のイエス様の命令、神の御心、明かしタイム。神の命令で芸やめました。神様に今日も生かされました。他人を自分以上に愛する。アメン。心を尽くし、思いを尽くし、神を愛しなさい。アメン。神の命令で命を大事に。高ぶったものと関わらず、かえって低いものと関わりなさい。アメン。他人を裁くな。あなたも家族も救われます。困った人を助けるようにしています。毎日誰かに感謝する。イエス様に感謝しましょう。AV から卒業できました。あなたの出る言葉はしかりしかり、いないなであるべきです。神の国と神の義と大地に求めなさい。そうすればそれらのものを与えられます。慈しみの心を持ちなさい。人に優しくしています。光のあるうちに光の中を歩みなさい。上着を取る者には下着も与えなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。栄養失調治りました。強くあれ、大きくあれ、私があなたと共にいる。アメン。毎日感謝しています。腰痛が改善されました。信じる者は救われます。
聖書はとても素敵なものです。惜しく私は良いブドウの木です。洗礼を受けたら酒やめられますか？私はやめました。イエス様がこの放送を見ろとおっしゃいました。アメン。人の上に立ちたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。アメン。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せ。大切なのは出世よりも主イエス。毎日聖書を読んでます。アメン。父にお願いして聖霊を与えます。私がこの世に来たのは裁くためではない。モルモン教は異端ですね、異端です。自分自身のように隣人を愛しなさい。異端というのはね、イエス・キリストを神と認めないの異端ですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことを感謝しなさい。アメン。これ大事ですね。これ大事です。いつも喜ぶ。いつも祈る。すべてのことに感謝する。これ大事です。基本ですね。イエス様は本当に素敵だと思いました。異端って言葉は間違ってますね、イエス様を神と認めないことは間違ってます。4日連続で夢にイエス様が出てきました。アメン。素晴らしい、素晴らしいですね。私はアルファでありオメガです。頭の中がイエス様でいっぱいです。素晴らしい。イエス様のことしか考えられなく なってしまいました。アメン。アメン。自分勝手の人でも許せるようになりました。はい、ありがとうございました。じゃあそろそろ終わりにしましょうね。はい、
はい、ありがとうございます。アメン。この伝道放送を見てからイエス様を信じるようになりました。イエス様を知ってから町中の人とハグしたくなりました。イエス様のおかげで不眠症が治りました。イエス様のおかげでこの放送が見られました。証に励まされてます。はい、ありがとうございました。アーメンが正式ですが、力を入れるとアメンになりますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ファイナル、正義を尽くしなさいというのを来てますね。正義を尽くしなさい。はい、でファイナルメッセージします。ありがとうございました。ファイナルメッセージですね。はい、それじゃあですね、ファイナルメッセージですね。人間関係もですね、やっぱりこうお互いに心が分かるというのが大事な人間関係ですね。そして、信頼ができる、お互いに信頼ができる、これが大事です。ですから皆さんがもしクリスチャンになってですね、大事なことは嘘をつかないで正直に語るということですね。正直に語る、そして自分の気持ちを正直に、この言うということですね。そうするとお互いにこの本心が分かって、そして信頼関係ができていくと思います。ですから、イエス様を信じた方々、愛を持って真理を語りという言葉がありますが、自分の気持ちを正直に語り合いましょう、ね、それが、クリスチャンになって、大事なポイントです。大事なポイント。そしてそのお互いに、心が分かること、そしてその特にクリスチャンになるとですね、信仰という形で、同じ価値観、同じ共通点ができます。ですからクリスチャンの方々は本当に愛し合う人間関係が始まるんです。そして信仰というのは神様と信頼関係を持つことですが、自分の罪を認めて悔い改めてイエス様を信じることによって、神様との心の壁が取り払われて、神様の心を知ることができるようになります。また神様も私たちの心に関心を持ってくれます。ですから皆さん、イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは神の心を知り始めるということです。神の心を知り始める、そして、神の愛を受けることによって、神の愛を受けることによって、今度は人の心が分かるようになります。神の愛がないとですね、神の愛がないと人の心に関心持ちません。皆さんもですね、以前は人のことなんてどうでもよかった、人の心なんかどうでもよかったでしょ。人が悲しんでも苦しんでも自分さえ良ければよかったじゃないですか。それがですね、罪ですね。罪というのは神の愛がなくて人の心がわからないということです。よく KYKY って言うじゃないですか、空気を読まないというね。KY っていうのは結局人の心に、人の気持ちというか人の思いとか気持ちに関心を持たないで、まあ、自分勝手なことを言いますよね。 KYKY 罪人というのは結局 KY なんですね。罪人というのは KY です。つまり人の気持ちに関心を持たない、人の気持ちを理解しようとしない、これが罪人の特徴ですが、しかし皆さんが神の愛を受けるなら、
油注ぎによって神の愛を受けるなら、人の気持ちを理解できる力が与えられます。人の気持ちが分かってくる、これが愛ですね。これが愛です。よくね、あの、なんて言うんでしょうか、日本人独特の配慮、まあ思いやりとか配慮っていうじゃないですか。まあその形式的じゃ良くないですよ。形式的な思いやりとか配慮っていうのは良くないけど、神の愛を受けると、神の愛を受けると本当の思いやり、本当の配慮ができるようになります。本当の思いやりを持つためには神の愛が必要なんです。神の愛が必要です。ですから皆さん、神の心を知るというのはとても大事なことですね。神の心を知ることによって神の愛を受けます。そしてその神の愛によって本当の思いやり、本当の配慮ができるようになります。この神の愛によって初めて人間関係が良くなります。神の愛がなければ人間関係はうまくいきません。これはよく理解してほしい。皆さんが一番の問題点は人間関係がうまくいかないことだと思うんですね。人間関係がうまくいかない、それは神の愛がないからだよということですね。神の愛がないから、だから人間関係がうまくいきません。ですから皆さんがこれからの人生、いい人間関係が欲しいなら、いい人間関係を築くならば、築きたいならば、イエス様から神の愛をもらってください。イエス様から神の愛をもらう、これがキリスト教です。これがキリスト教です。ぜひ皆さん、神の愛を持つ人生、神の愛で、この配慮する、思いやる人生、そのためにはまず神の心を知りましょう。神様の心は愛です。神様の御心は救いです。神様の御心は清さです。私たちは神の御心を、知ったのですから、その御心を行いましょう。御心を求めるのです。はい、それじゃ招きをします。今日聞いてですね、今まで神のことなんて考えもしなかった、でも確かに神がいるなら神の心を知るべきだな。神の御心は人を救うことなのか、神の御心は永遠の命なのか、神の御心は、神の愛を、神の愛そのものなんだ、神の御心は清くなることなんだ、その神の御心を知って本当にそのように生きたい、そのように実行したい、イエス・キリストを信じて神の御心に沿いたいという人、救われたいという人、アメンと言いましょう。神の御心に沿っていきたいという人、アメンと言いましょう。アメン、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 アメン。素晴らしい、皆さんアメン、皆さんアメンですね。素晴らしい、アメン、アメン、アメン。素晴らしいです。アメン、ニュースさん、アメン、アメン。イエス様が言いました、ね、神の御心を行う者が救われる、神の御心を行う者が救われるとイエス様は言われました。私たちは神の御心を行う者になりましょう。神の御心、それはイエス様の命令を守ることです。イエス様の命令を守ることです。それは私たちが愛し合うことですね。愛し合うことです。お祈りします。天道様、以前はあなたを知らず、あなたの御心を知らないものでした。神の愛がなくて自己中で自分勝手に生きていました。自分勝手に生きていました。どうぞイエス様、あなたの御心を知ることが許されたことを感謝します。今神の御心を知って神の御心に沿いたいという方々がアーメンと言ってくれました。彼らがどうぞあなたの御心を行うことができますように、イエス・キリストを信じて神の愛を受けて、その神の愛で生きていくことができますように、
イエス様、どうぞどうぞどうぞこのリスナーの方々を祝福してください。祝福してください。あなたの御心を知りました。その御心を行うことができるように励ましてください。あなたの愛を注いで、あなたの愛を注いで、リスナーの方々が良い実を30倍、60倍、100倍結ぶ人生となりますように。イエス様、どうぞどうぞ祝福してください。あなたの血を注いでください。あなたの血を注いでください。リスナーの方々にあなたの血を注いで、あなたの御心を行う力をください。あなたの御心を行う力を与えてください。どうぞイエス様、日本を憐れんでください。イエス様、日本を憐れんでください。日本の人たちはあなたを知らないで、あなたの御心を知らないで生きています。罪の中を生きています。どうぞイエス様、日本を憐れんで、日本の罪を許し、日本を救ってください。日本を救ってください。日本中至るところであなたの皆が崇められ、御国が来ますように。日本全土で、あなたの御心が行われますように。リスナーの方々は北海道から沖縄まで、いらっしゃいます。そのリスナーの方々を通して日本全国を祝福してください。日本全国を祝福してください。また海外も祝福してください。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。どうぞどうぞあなたの御心が行われますように。あなたの御心がリスナーの上に、日本の上に行われますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ、アーメン。皆さん、私たちは御心を知ったんです。信仰というのは神の御心に生きるということです。神の御心に沿って生きるということ、これが信仰です。皆さん、よかったですね。よかったです。喜びましょう。神の御心を知っていることを喜びましょう。神を知っていることになります。私たちはイエス様の友です。イエス様の友です。そして、それが光です。光というのは真理です。私たちは神の光を知ったので、神の光の中を生きています。そして私たちは兄弟姉妹愛し合うことによって、愛し合うことによって光の中にとどまることができます。このように皆さんが毎晩来て一緒に、学び、一緒に語り合う、これがですね、これが神の国です。これが神の国です。イエス様の、御言葉を私たちは学んでいます。皆さん、喜びましょう。喜びましょう。イエス様の御言葉は必ず成就します。イエス様の約束は必ず成就します。人間は、この、悪いことをしますけど、神様は必ず、約束を守ります。神様は本当に誠実なお方です。神様の語ったことは必ず成就します。信じましょう、信じましょう、ね。そしてこの御言葉の、御言葉を土台として生きるのです。イエス様の御言葉を信じて生きるのです。私たちは確かなもの、約束されたものです。そして今もうすでにその保証として与えられている油注ぎ、聖霊を与えられています。その聖霊こそ、証印であり保証です。皆さんが受けている油注ぎこそ、その、天国のその予告編です。喜んでいきましょう、感謝していきましょう。聖霊に満たされて、神の愛で満たされていきましょう。そして神の御業を行いましょう。伝道しましょう、クリスチャンとして良い行いをしましょう。ありがとうございました。明日は日曜日です。日曜日は朝10時半から礼拝がありますよ。皆さん、今晩早く寝てですね、今晩早く寝て明日起きれるようにしてください。10時半から礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。イエス様を礼拝しましょう。霊と誠を持って礼拝しましょう。霊と誠を持ってイエス様を礼拝するのです。私たちの人生は礼拝です。私たちの人生は礼拝です。
ありがとうございました。おやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム、おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム。